はい、こちらはですね、キュウリの生産伝票ですね。で、こちらがですね、7月5日、これがですね、格屋根ハウス含むパイプハウスの最後の格屋根最後のですね、伝票ですね。で、それ以降こちら7月のこれが9日ですね。で、ここにあるのが8月25日、こちらはですね、すべてパイプハウスの売上伝票になりますんで、ここで一月あたりの売上が分かればですね、パイプハウスでどれだけ売上が出せたかっていうのが分かりますんで、今から確認したいと思います。はい、こちらがですね、パイプハウスの7月と8月の合計です。で、パイプハウスは5月6月と収穫してますんで、この倍ですね。ってことは23万ぐらいっていうこと。今日も比較的涼しい朝でした。今朝は4時半に起きてみました。出発します。今日は夕方から雨が降りそう、降る予報になってますね。涼しい一日になればいいと思います。おっと、回収が間に合わずポリバケツが増設されてますね。はい、いつもの活力液、懸垂1リットル AC500SC300 メッドスタート300ワンダフルミネラル300クラッコ500 KN3300 をここにぶっ込みましたので、あとはこちらもですね入れていきたいと思います。はい、バイオアクト開封しました。匂いはですね、なんか芳香剤の匂い、なんかいい匂いしますね。で、入れる量は 100ml、 はい、100ml ですね。そんな量は必要ない。はい、3000倍で入れます。はい、キッチンコースは1リッター入れます。ちょっとなんかニームと混ざった色がおかしくなっちゃいましたけど、はい、これを入れます。はい、結構乾いてますね。西側、こちらもそうだったんですけど、結構水くれてるつもりですけど、株元は結構乾き気味ですね。ということで、株元冠水しながらですね、苗の状態を全体的に確認してます。1、2、3、1、2、3、ふいし、まだ200リッターぐらい残ってますんで、あと2回株元冠水できますね。昨日いただいた情報の中にですね、まあを調べたらですね、ちょっと気になるものが見つかりましたね。これが10キロのポリ袋で線虫が住みにくくする、これ JA グループですね、片倉コープアグリ株式会社、 JA グループなんだけど、 JA の人こんな情報一切くれなかったですね。なんか土壌消毒後にですね、線虫対策としてうない込めばいいみたいですね。この微生物が、土壊剤で、これですね、有機微生物、これ気になりますね。今日農協に確認してみます。はい、株元冠水が終わればですね、次はこの誘引クリップの位置移動ですね。もう怪しくなってきてますので、これは、まあ、2節ぐらい上をこうですね、はい、止めます。そして下を取ります、はい、こういう形でまた固定し直していきます、はい、そしてですね、1、2、2節目がですね、まだ小さくてこれ止めにくいやつは、これはまた明日以降ですね、はい、で、最近よく思うのがですね、こう錆びちゃって、ちょっとこの挟む力弱くなってるやつは極力使わない方がいいですね。あの、挟んでても弱ってるんでずれちゃったりするんですよね。
嘘行ってまいりましょう。これからはですね、残り半分ですね、こちらひとみちゃんと金砂1号、はい、後上の方ですね、そちらのですね誘引、はい、こちらまだ誘引が終わってませんので、親鶴のにこのようにですね、はい、クリップの向きに注意して誘引するっていう作業を、はい、やっていきたいと思います。レッツゴー。ってことでですね、全て誘引し終わりました。実はですね、こちらはですね片手までやってましたね。メインはですね、こちらの優に1万割りそうな雑草ですね、谷下全て取りながらの作業でしたね。トロロピシシニオです。本日も頑張ってまいりましょう。なんか急に風が強くなってきましたね。はい、暑いですこのハウス、本当に風が抜けないです。はい、なのでちょっとですね通路に水を流してですね、ちょっとクールダウンさせたいと思います。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんチョキ、じゃまた。見てください、マリーゴールドもでっかくなってますね、確実に。はい、素晴らしい。そしていっぱいなってますね。で、冠水してるとなんかぶっ倒れちゃうみたいですね。ってことで、およそ10分ぐらい出しましたんで、だいぶ涼しくなってきましたんで、止めたいと思います。オフ。渡良瀬集荷場ですね。最後の C6 個持ってきました。そしてですね、ここのトレサビリティシート、8月29日最終収穫日を書いたので、はい、こちら、トレサビボックスに提出します。よろしくお願いします。さすがに200円ぐらい下がりましたね。 C が670円、やめ時でしたね。アグリ北部店に来て、こちらの資材ですね、線虫が住みにくくする、はい、これ値段ちょっと確認中ですね。そしてバンカー、スワルバンカー、宮古バンカー注文しました。ちょっと時間かかるので9月の14日ですね到着予定。ちょっと花粉付きのやつも購入してみました。あとは息吹を40体、はい、9月中旬ぐらいに来るように頼みました。はい、あ、キュウちゃんキュウリだよ。おお、ジャンプするね、元気出てきたね。尻尾がないじゃない。うわ、腹の人相変わらず毛がダボダボだしね。キュウちゃん元気、うん、元気だな、飛びかかってきたもんな今な。ああ。なんか顔の毛もちょっと若干抜けてるな、これ。ピオちゃん、大丈夫？ねえ、大丈夫だよね。そんな元気、元気だもんね。お、おー、そっか。で、今日も頑張ってまいりましょう。じゃ、また。